インターナショナルスクールチャンネルへようこそ。ジョシュアです。ナミです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この前、ジャックさんが二流大学のもろもろ特徴を紹介してくれましたね。ナミさん、はい、動画を見て何か感想ありますか？そうですね、なんかやっぱり普通の大学と全然違うなっていう印象がまずあって、うん、日本にない大学なんでもう想像もつかない世界だったなっていうのがまず思いましたね、はい、うん、でも入るのすっごい難しそうだし、はい、であとやっぱりオンラインの学習プラットフォームだけで、うん、まあ、その世界基準のハイレベルの授業ができるっていうことを知ったので、はい、なんかそのネットのテクノロジーの進化みたいなのがすごいなと思いました。うん、そうですね。そうだな、それだけじゃないんですよ、はいはいはい、ジョシュアさん、はい、なんですか、ミネルバ大学の修士課程に合格したって聞いたんですけど。おお、情報早いっすね。いやいやいや、すごくないですか。お、何、どういうことですか。そう言っていただくとちょっと本当それの話を聞きたくて来てるので。ほう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 、なるほど。そう、ちょっと本当いろいろ教えてください。あ、いいですよ、もちろん OK ですよ。はいはいはいではでは、私がね、このようにミネルバ大学に合格したか極秘情報を公開しましょうか。お願いします。イエイエイ。で、そうですね、まあ、ミネルバ大学にはまあ当然ね、他の大学もそうなんですけども、学部課程と大学院課程両方があるんですよね、はい、で、私が出願したのは、大学院課程の方でしたね。はい、で、ミネルバ大学の、まあ、大学院課程は、まあ、実はその学部課程 の出願、まあ、アプライですねの手順の一部は、ね、全く一緒で、で、まあ、まずはですね、まあ、オンライン出願フォームの、記入ですね。で、記入内容に関しては大学と大学院を問わずですね、ミネルバが重要視しているのは、志願者の Who you areHow you think、うん、and what you have achieved っていう3点ですね、うん、まあ、簡単に言えば、あの、あなた自身どういうものなのか、どのような考え方してるのか、そしてこれまで何を達成してきたのかっていうことですね。そしてこの出願フォーム、まあ、全部こう記入した後ですね、テストを受けることになるんです。で、テストの名前は Challenges といって、まあ、簡単に言うと、まあ、チャレンジ、これチャレンジ、すなわちテストということですね。はい。このチャレンジ、普通のね、学部を出願するときも課されるものなんですけども、学部ですと6個のセクションがあるのね、はい。数学、英語、ライティング、で、クリエイティブの力を、うん、試す問題が出題されます。はい。で、6種類と聞いて、まあ、大変だと思うでしょう。結構多いですよ ね。でもね、6セッション合わせて全部で45分間って終わるんですよ。早っ。そうです。そんなに長い試験ではない。あ、そうなんです、ね、はい、もう全部で45、ただ、まあ、すごくその中に6種類ですね。6時間的にも、まあ、あっという間なんで、はい、例えばアメリカの大学統一試験 SAT っていうのがあるんですよね、はい、あと日本の大学共通テスト、まあ、昔のセンターみたいですね。その点数ですね、出願するときそのような点数を送ってください、見せてくださいっていうのはもうないんですよ、はい、で、この点数を求められない代わりに、はい、このチャレンジの受験を求められるんですね。ですので、まあ本当に実力真剣勝負という感じで、オンライン出願フォームを記入して、もうそしてこのチャレンジを受けます。で、6個のセクションあって実力問われるんですね、うん、で、これが学部課程のチャレンジとなりますけれども、まあ、大学院出願に関しても同じようにチャレンジをこの受験求められますけれども、ただ、ま、中身はちょっと違うんですけど、6セクションではないんですよね。どちらかというと IQ テストみたいな問題が同じ45分間なんですけども、ひたすら出題されます。で、難易度、まず簡単なものからスタートして、
ですので、最初1問目、2問目の時、あ、なんだ、めっちゃ簡単じゃないですかと思うんですよ。うん、まあ、当然、全部英語なんですね、出題当然そうなんですけども。まあ、どちらかというと、こう、思考力とかロジックシンキングを、まあ、試される試験なんですけども、ただ、最初はそんなに難しくなかったんですよ。どんどん難易度が上がってくるって。どんどん難易度、そうそう。最初、しかも、視界も限られてるんですよ。はい。ちゃんと画面の右側に、カウントダウン始まってるんですよ。もう、どんどん減ってますやん、みたいな。ドキドキする。そうそう。最初はね、ほんと、もう数十秒で一問、まあ、解けてて、はい、で本当に中盤ぐらいになると、いや、これどっちどれみたいになるんですよね。こういうの見れる場のすごいところですね。つまり、全く試験対策できない。もう本当に自分っていう人、もうこれまでたくさん教育受けて積んできた実力、養ってきたこの思考力とか教養とかで勝負するんです。でもそういう意味ではフェアだと感じません？確かにそうですね。一切対策できなくても、今自分が持ってるもので勝負なわけですもんね。そうです、そうです。箱もないんでね、当然。すごいテストですね。そうへえ、日本じゃ考えられない。そうですね、まあ過去問ないので、このミネルバ的にね、この選考が、あの英語で言いますと、eliminate unfair biases と思ってですね、はい、設計したのですけども、でこの英語の意味はどういう意味かというと、例えばね、じゃあ一部の人たちが何らかの方法で過去問入手して対策すると、で他の人にとって不公平となるんじゃないですか。で実際、例えばに日本の大学受験とかもそうなんですけども、高い予備校行って、で予備校の先生がこれ過去の傾向はこうです分析してくれてるんです。でそういうのはもうリソースですよね。その高い予備校通えるのは東京に住んでる富裕層みたいな、例えば特別対策1ヶ月特訓みたいな、学費は1ヶ月で50万みたいな。で地方に住んでる人はまず通えないです。そして東京に住んでも、いや50万払えない人もいるじゃないですか。そうなると unfair bias、不公平が生じるんです。不公平、ですので、そのミネルバがそれを解消しようとして、ですのでこの選考方法を考えたんですよね。でも私まあ受けた経験によると、一部の IQ テストみたいな問題があったので、まあ僕いろいろ調べて、まあ雰囲気的に似たような問題を、こういう感じで、こういう感じの問題でちょっと参考してみてください。参考になりますよね、こういうの。参考になると思いますね。雰囲気を知ることができますね。はい、なるほど。なんか全然ね、そういう情報知らなかったから、すごいなって感じですね。はい、なるほど、わかりました。